視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。毎週水曜はコチトラ自腹じゃ。パクユーが CD ショップに行って、その週に発売された新譜の中から1枚をチョイス、自腹で購入し、5段階で星をつけて評価レビューするという企画です。今週もタワーレコード新宿店で自腹 CD 買ってきました。早速紹介したいと思います。今週の自腹 CD はこちらです。じゃん。 Now Playing あるというバンドのセカンドアルバムになるんですけれども、このバンドは元アンディ・モリの3人と長澤智之さんというシンガーソングライターが集まって結成されたバンドでして、アンディ・モリに関しては僕今すごくイントネーションがこれで合ってるのかどうか不安な感じで喋ってるんですけれども、それぐらいあんまりちゃんと聞いたことがないバンド。ただ2000年代後半から2010年代前半にかけてものすごく活躍していたバンドで、名前は聞いたことがあって、で曲をねこうチラッと耳にすることもありました。なんか突然変異的に現れたバンドっていうか、日本のポップシーンとか、ジャパニーズロックのシーンとかの流れにあんまりないようなちょっと変わったバンドだなっていう印象はありました。で、僕このアルバム今回選んだのは、シンガーソングライターの長澤智之さんっていう方が僕すごく好きで、好きっていうか、いいなっていう風に思っていて、デビューシングルにバシッとやられて、デビューアルバム買って、で去年もコチトラジバラジャで1枚アルバム買って、レビューしたりとかしてて、ずっと気になる存在というか、全ての曲を聴いて、ライブに行って追っかけてみたいなことではないんですけれども、この人はすごい人だっていうか、才能がある人だ、いい音楽を作れる人だみたいな、なんか絶対的な信頼感みたいなのがあって、ずっと気にしている人です。でそんな長澤智之さんが、新しいバンドを組んでいたと、これ2枚目のアルバムっていうことで、過去に1作アルバム出してるんですけども、それは全然ちょっと知らなくて、この2枚目のアルバムが結構、タワレコード新宿店で大きく、取り上げられて展開されていたので、今回聞いてみようかなと思って、選びました。それでは中身についてお話ししていきたいと思います。アンディ・モリの3人と長澤智之さんっていうことなんで、ベースは多分アンディ・モリの音楽性なのかなっていう、感じは、しました。ただすごく面白いなと思ったのが、ボーカルが2人、アンディ・モリのボーカルだった、小山田壮平さんっていう方と、長澤智之さんが、2人で、しかも、曲を作ってるのもこの2人だと。このアルバム全部で、12曲入ってるんですけれども、それぞれの曲で、どっちが作りました、誰々が歌ってますみたいなことではなくて、クレジットはオールソングス、リトゥンバイ、小山田壮平、長澤智之と、完全にもう同列扱い。この曲、どっちがどれぐらい作ったとかっていうのが全然わからない、状態になってます。でもって、ボーカルに関しても、どっちが完全メインっていう風でもなく、若干小山田壮平さんの方が、比率は高かったかなと思うんですけれども、結構複雑にこう、絡み合った、ボーカル、2人がこう同列の、ボーカルワークっていうのがすごく面白かったなっていう風に思いました。でまたね、2人の声質っていうのがものすごく相性がいいなっていう風に、思って、コーラスもたくさん使われてるんですけれども、ハモリとかあとはバックのコーラスわーみたいなコーラスも結構入ってるんですけど、どっちがどっちの声かなって分からなくなるような瞬間があったりとか、もしかしたらメインもハモリも長澤智之さんとか、メインもハモリも小山田壮平さんみたいな瞬間もあるんじゃないかなと思うんですけど、それはこうどっちがどっちか分かんないみたいな、それぐらいよく混ざる、2人の声だなっていうふうにも思いました。で、さっきそのアンディ・モリっていうバンドに対する印象みたいなことちょっとお話ししたんですけど、その印象とやっぱすごく近くて、何者でもないなって、こうどこにもちょっとカテゴライズしにくいような、音楽、だなっていうふうに
感じました。まあ、日本のその音楽シーンの流れみたいなものと、結構無関係に存在している、ものというか、我が道を行くみたいな、感じが、まあ、サウンドもそうですし、歌詞にもすごく感じられて、まあ、このバンド聴くんだったらこっちでよくないみたいな、それとか、昔こういうバンドがあってそれのなんか若者版だよねみたいな、そういう関係性みたいなのって音楽シーンの中で結構あったりするんですけど、このバンドに関してはあんまり他のバンドで替えが利かない存在なんじゃないかなっていう風に、感じました。ただちょっと残念だったっていうか、まあ、どの曲もあんまりなんかどれに似てるとかどこにルーツがあるとかこうはっきりイメージしにくい、オリジナリティがあるなっていう風に感じた中で、5曲目のウォータースライダーっていう曲、この曲だけ僕ものすごい聞いたことある感じを受けたんですよ。あれこれなんかどっかでもすごく似たような曲を聞いたことがあるみたいな風に感じて、まあそれはね、僕が聴いてきた音楽の中にたまたまウォータースライダーって曲だけ近いものがあったっていうことなのかもしれないんですけど、なんか聴いたことある感っていうのがこの曲だけものすごく強くて、そこでこうふっとアルバムの流れをこう寸断されてしまったというか、そういう感じがちょっと残念だったかなという気はしました。それでは、5段階で星をつけて評価したいと思います。今週のアルのナウプレイングは星3つです。まあ、さっきのレビューでもお話しした通り、替えが利かない存在ではあるんだろうなっていうふうには思ったんですけど、僕個人的にはなんかすごいグサッと刺さるような曲っていうのはちょっとこのアルバムの中にはなかったかなっていう感じはしました。まあ音楽のそのそれぞれの好みっていう部分は大きいと思うんですけれども、過去このコーナーでレビューしてきた中で僕の得意分野ではないだろう、好みではないだろうって思った作品の中にぐさっと刺さる作品とかもやっぱりあったりしたので、そう考えるとまあ星4星5とかつけるのはちょっと厳しいかなっていう感じで、でも決して悪い作品ではないと思いますし、存在価値すごくある作品だなっていうふうにも思ったので星3つっていう形にしました。まあ、こういう独特なバンドとか独特なアーティスト、あんまりその何に他のものに例えにくいような、タイプの人たちっていうのは一曲バスッと刺さるものとか一曲引っかかるものが、あるとそこを突破口に全部の曲が理解できるようになるみたいなパターンもすごく多いと思うので、僕もしかしたらこのあるっていうバンド、まあ、過去のファーストアルバムの中とかこれから活動していく中で、作り出す曲の中に僕に引っかかるものなんか一個あったらこのアルバムの曲っていうのもなんかどんどんこう見えてくるっていうか理解できてくるみたいなところはあるのかもしれません。まあアンディモリっていうバンド、特に、ボーカルの小山田総平さん、あとは長澤智之さんにしても器用に生きられないタイプの人間だというふうに僕はすごく感じてて、やっぱ器用に生きられないやつの音楽の方が総じていいので、そういうなんだろう、いつかすごいことをやってくれるんじゃないかみたいな期待感はやっぱりこうひしひしとこう伝わってくるっていうか、感じるものがあるので、まあ音楽好きであれば、今名前挙げたお二方、そしてこのあるっていうバンド、存在の認識はしておいてもいいのかなっていう感じもします。ぜひぜひ、興味がある方聞いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。